はい、こんにちは。ライドです。ベストヒットライブ第6回目。竹とロックとうんちくが大好きなスピリチュアルおじさんのライドです。よろしくお願いします。T-Rex のテレグラムサムのうんちく語るっていうのをやってみます。まあ、T-Rex なんですけど、T-Rex っていうユニットけど、それの前身があって、それがマーク・ボーランっていう人が中心になって作ったんだけど、最初は1968年にティラノザウルス・レックスっていうアコギユニットなんですね。フォークギターでポンポンバンバン弾くんだけど、にパーカッションだけのシンプルな楽器編成でやったの初めのバンドなんですよ。それがティラノザウルス・レックスっていう名義で、それでもうすでにやってね、4枚ぐらい出してんのかな。ちゃんとメジャーデビューしてるんですよ。でもまあ、そんなに売れてなかったんですね、言ってもね。そっからちょっと、方向転換をして、相棒のパーカッションの人間も変えて、マーク・ボランがフォークギター、アコースティックギターだったのをレスポール、テレギに変えたんですよ。ギブソンのレスポールって変えたんですよ。もう定番のやつですよね。サンバーストの。まあ、ロックスターが一番持ちたい。あれがロックのかっこいいギターって思ったのが、まあ、マーク・ボランなんでしょうけど、マーク・ボランがもっと似合うんですよ。ギブソンのレスポールが。それに持ち替えて1977年に T-Rex って変名した。そしたらもうものすごい今までと全く違う階段を登ったぐらいの大ブレイクの仕方をしたんですよね。 T-Rex イコールマーク・ボランなんですよ。マーク・ボランがもうルックスもいいし、かっこよくて個性的な歌い方だし、いろんな面で新しい感じの時代の寵児みたいな人なんだけど、そのマーク・ボランも1977年の9月16日にライディング・グロリア・ジョーンズっていうちょっと黒人系の女の人がいるんだけど、その人が運転する車で出かけてた時に事故ったんだけど、グロリア・ジョーンズ生きてるんですけど、マーク・ボランは死んじゃったんですよ、交通事故で。で、生前俺はねもう30歳まで生きないだろうっていうことはインタビューで言ってたんですよ。でも死んだのはくしくもですよ、30歳になる2週間前なんで、自分の死を予言してたんじゃないかなんていうことをよく言われる。だからマーク・ボランの風体ってのはちょっとね、あの浮世離れしてるというか、あの雰囲気的に魔法使いっぽかったりするんで、この人は魔術を使えたんじゃないかなみたいな感じの言われ方もする人なんですよね。 T-Rex を語る上でグラムロックってもんですよね。で、マーク・ボランは T-Rex ももちろんグラムロックっていうのに属するんですけど、グラムロックっていうのは1970年代前半ぐらいからにわかに盛り上がってきた感じのムーブメントなんですよ。で、その前には結局はサイケとかヒッピーとかがものすごい盛り上がったんだけど、まあ、それももうそろそろダサいななんて言われ始めてた時に、ロンドンってやっぱファッションの街みたいなところもあるので、その当時は時代の最先端なので、ロンドンで割とこうド派手な格好、服装とかド派手なメイクして男とかね、そういう格好してギラギラして出して、日本で言ったらもう本当にジュリーですよ、グラムロックは。あの沢田研二の風貌とか、あの当時の70年代の格好は、あのジュリーはグラムロックがあると思います。なんかそれで T-Rex と比較されるというか、グラムロックの人気者みたいなところで言うと、あとデビッド・ボーイなんですね。デビッド・ボーイとか、まあ、あとスージー・クワトロなんかいるんですけど、つまり T-Rex、マーク・ボラン、デビッド・ボーイってもう、グラムロックの中でももうルックスのいい男の人、二人みたいな感じはすごく言われてましたね。で、今回やる、テレグラム・サムっていう曲なんですけど、1972年に発売した T-Rex としてはサードアルバムになる、スライダーっていう曲からのシングルカットされた曲なんですよ。で、これはもうものすごい売れたんです。もう全英で1位。72年で1位ぐらいのものすごく大ヒット曲なんですね。テレグラムサムっていう意味なんですけど、マーク・ボランの曲全般に言えるんですけど、あんま意味ないんですよね。なんかわざと意味なくさせてるっていう感じぐらいよくわかんない。テレグラムってまあ一応電報じゃないですか。まあ一応なんか本当か嘘かわかんないけど、サムっていうのはマーク・ボランの会計士の名前で、マーク・ボランが売れて、会計士つけてますけど、その会計士がサムがまた売れたね、おめでとうっていう電報をくれたみたいな、ね、そうなると会計士の金も上がるんでしょうからみたいなところがあって、歌の中身に関しては全く無意味なんだけど、まあ、タイトルが通るみたいな、まあ、テレグラムさんっていうのもそういう、あの You are main man とか、あのゴールデンノーズスリムとか、パープルパイピートとか言うんですよ。意味のわかんない人の名前じゃない。パープルパイピートになってよくわかんないんですよ、とにかく。そういうものをなんかいっぱい出てくるので、雰囲気を楽しむ
感じの。でしかもあのマーク・ブロワンの曲の特徴って本当にワンコードなんですよ。なんでここに行くんだっていう風なフレーズに落とすんですけど、ゴリ押しでガッ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 エレキギターガッ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 ガンとかガッ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 とかいうなんかねワンコードのフレーズをやるんですけど、それがまた潔くてかっこいいというかセンスだなっていう感じです。なんかものすごくセンスのいいアーティストだなって思いますよ。まあ、一応今回そのテレグラサンドちょっとやってみたんですけど、ちょっと今までと系統を変え、今までは割とアコースティックをメインにやってたんだけど、今回はビートをものすごく聞かせて EDM っぽくやってみました。なんかその方が雰囲気出るかなと思って、まあ、原曲はかなり破壊しちゃってるんですけど、そんなテレグラムさんもやってみようかなと思います。じゃあ聞いてください。テレグラムさん、
チャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバイ、また見てください。